皆さん、こんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。誰でもよくわかるコード理論講座ということで、コード理論の話をさせていただいておりますが、先週配信させていただきました2本目の動画の中で、僕が思いっきり間違って、思いっきり説明をし忘れている箇所がありましたので、その補足をさせていただきたく思います。コメントで気づきました。コメントをくださった皆様、ありがとうございます。コメントで気づきました。一応、この動画の後ろでですね、その続きの3本目の動画も配信されておりますので、そちらも気になる方はぜひチェックをしてみてくださいませ。とりあえず、この動画では補足をさせていただきます。補足。どういうことかといいますと、先日、先週の動画では、なんかこうセブンスの付け方みたいな、その話をしておりました。例えば、こっち側がその Cm というトライアドがあったならば、こっち側にそのセブンスがあると。で、7とだけ書いてあったら、マイナーセブンスをくっつけるし、大文字の M がくっついていたら、メジャーセブンスをくっつけるよ、なんていう話でした。で、こっち側のトレイアドが、メジャーであろうが、マイナーであろうが、オーギュメントであろうが、こんな感じのルールがあるよ、なんていう話をしたんですけれども、特別ルールとして、こっちのトライアドがディミニッシュの場合、このセブンスの意味がちょっと変わってきます。ディミニッシュのトライアドに対して、普通に7セブンス、7だけ書いてあるから、マイナーセブンスをくっつけるのかななんて思うんですけれども、ディミニッシュの場合だけちょっくら特別なんです。付け加える音としては、1と3、マイナー3とフラット5と、ここでマイナーセブンスかなって思うじゃないですか、今までの理屈だと。これがマイナーセブンスじゃなくて、フラットセブンスになります。New words! フラットセブンス。なんやねん、それ。となりますよね。簡単に言うと、すごい簡単に言うと、マイナーセブンスよりもさらに半音した。という感じです。構成音でいくとすると、まずドがあって、ミフラットがあって、でソフラットがあって、本当はシフラットなんですけれども、シのダブルフラットってやつになります。日本語で言うとすると、これが、超7度ですよね。超7度。超7度が半音下がると、単7度。で、単7度がさらに下がると、弦7度。という言い方をするんですけれども、この弦7度になります。ディミニッシュの場合のセブンスは、ちょっと特別ルールでございます。ド、ミ、ソ、で、そのシがフラットじゃなくて、ダブルフラットなんていうものが出現するんです。これだけちょっとお気をつけくださいませ。コメントでちょっとご指摘いただいて、あ、セブ、ちょっとその説明をするのを忘れてたなって、という感じになってしまいました。本当はそのね、修正、なんていうんですか、その動画を一回削除して、その修正版をアップロードしようかなと思ったんですけれども、ちょっと僕がこうナチュラルに間違えてた方が皆さん覚えるかななんて思って、ちょっとそのままとさせていただきましたけれども、こんな補足をさせていただきます。ちょっとなんていうんですか、ちょっと恥ずかしい感じもなきにしろあるんですけれども、そういう時もあるということですよ。ちょっとこの猿も木から落ちたみたいなね、そういう感じで温かく見守っていただけると嬉しいなという感じです。それでは、同時に3本目の動画が公開されておりますので、気になる方はそちらもチェックをしてみてくださいませ。それでは違う動画でお会いしましょう。さよなら。